ダックスフント、ダックスフントは、ドイツ原産の犬種。ジャパンケネルクラブ、JKC の登録名は、英語読みによるダックスフンドだが、ドイツ語では、分節末尾の D は濁らないため、フンと。ドイツ語のアナグマを表すダックス、ドックスと、犬を表すフンと、フンとを合わせた、アナグマ犬を意味する。巣穴の中にいるアナグマを狩る目的で、手足が短く改良された。 なお、ドイツ語、フント、フントは、英語で猟犬を表すハウンド、ハウンドと同梱。ジャパンケネルクラブ登録投数は、記録の残る1999年から2007年までは1位、2008年以降は3位。また、アメリカでも人気があり、アメリカンケネルクラブでの登録投数は常に10位以内に入る。特徴的な用紙は、胴長短足の体型。 顔は重長で、尾は長く、耳は下に垂れる形をしている。鼻孔が開いて、空気を取り入れやすい形状で、マズルが長く鼻空内の面積が広いため、嗅覚に優れている。鼻の色は、基本的には黒だが、一部はレバー色、淡いピンク色もいる。また、胸が十分に発達している。骨端が突き出ているので、前から見ると楕円型をしている。あばらは、 よく張って腹部につながっている。短足で体調は長いが引き締まった体格である。非常に筋肉質であり、向こう気が強い頭部の保持と警戒心に富んだ表情を見せる。長い体に対して短い足であるため、もたもたしたりする場合もあるが、歩み様が制限されるほどではない。生まれつき有効的で落ち着きがあり、神経質であったり、 攻撃的であったりということはない。情熱的で辛抱強い。ただ、もともとが良犬であるがゆえに、時として攻撃的、負けず嫌い、頑固、活発、やっちゃ、遊び好きといった性格を見せる。毛質は大きく分けて、スムースヘアード、ロングヘアード、ワイヤーヘアードの3種類がある。ダックスフンとは、多くの毛色があることで知られている。また、 毛質ごとに分類される。スムースヘアードとロングヘアードについては2色と単色。その他のカラーに大きく分けられる。2色は濃いブラウン、チョコレートまたはブラック。それぞれに単またはイエローのブーチが目の上、マズルおよび下唇の側面、耳たぶの円の内側、前胸部、足の内側および後部、足の上、肛門の周り、そこから ののの下側の3分分または、半分に見られる。ブラック&、タン、チョコレート&、タン、ブラッククリーム等と呼ぶことが多い。また、単色、ソリッドは、レッド、レディッシュイエロー、イエロー、クリーム、チョコレート。非常に散在した黒の毛、シェーデッドがある犬でも、単色として分類される。その他の色はダップル、ブチト、ブリンドル、濃い島等がある。 ワイヤーヘアードについては、蒸気以外にも、ワイルドボアーカラー、野鳥色、デッドリーフ、枯葉色、ソルトペッパー、ゴマ塩色などもある。近年は、パイボールド、ソリッド、ブルーなど新しく、毛色が作出されている。これらは特殊色、レアカラーとも呼ばれる。異毛主観での交雑は認められておらず、本来は、血統書は発行されない。また、血統書以外にも、 口日の乱繁殖や遺伝性疾患と直結する問題とされることもある。ダックスフントのサイズはスタンダードミニチュアカニン編の3つに分かれ各国の教会において理想のサイズが定められている。なお、子犬時の血統書においてミニチュアカニン編と明記されていても成長するにつれて各教会の規定とする体系と異なることはある。 ダックスフントの起源は古く、最も古いものでは古代エジプトの壁画に、ダックスフントと告示する剣手が刻まれている。現在のダックスフントは、スイスのジュラ山岳地方のジュラハウンドが祖先犬と言われ、12世紀頃、ドイツやオーストリアの山岳地帯にいた、中型ピンシェルトの交雑によって、今日のスムーズヘイド種の基礎犬が作られたと伝えられている。当時は、 体重10から2 0ラムと大きかったようで、シュナウザーを排して、さらに他のテリアによってワイヤーヘアードダネができた。またロングヘアードダネは15世紀頃、スパニエルとの交雑によって作出されたが、どこでなされたのかは定かではない。本来、ダックスフンとは、名前の表す通り、体重1 5ラムほどもあるアナグマを料るため、また、 負傷した獲物の捜索及び追跡のために農夫などによって改良された犬種で、ブラックン、狩猟の時代から特に地下での狩猟に適するよう繁殖されてきた歴史がある。当時、ダックスフンとはドイツ国内においてはテッケルやテッカル、ダッケルと呼んでいたと言われている。19世紀頃、ミニチュアとか人ン,ン、ウサギという意味がスタンダードが入ることのでき、 小さな穴に入って、穴熊のみならず、ネズミや穴ギ、天類を料るために改良されて誕生したようである。また、この頃から、アメリカや他の国へも少しずつ輸出されるようになったらしく、そのダックスフントの繁殖に尽力していたと言われる。最古のクラブは、1888年に創立された、ドイツテッケルクラブ、ドイチャーテキルクラブである。 第一次世界大戦ではドイツ語での呼び方が嫌悪され、英語でバジャードッグと呼ばれていた。胴体が長く、腰や股関節などへの負担が大きいため、ヘルニアを代表とする関節疾患にかかりやすい。ジャンプ、高所や階段の昇降、滑りやすい床や路面の走行、肥満、抱え方等には注意が必要である。足が短いことから地面と腹部が近いため、 腹部を傷つけてしまったり、地面が暑い時は熱中症になりやすい。垂れ耳であることから、蒸れやすく、ダニの寄生や細菌による外耳炎になりやすい。肥満、ヘルニア防止のダイエットや小型化を目的として、素人による餌の制限が安易に行われており、その個体に対する適度な分量の餌を与えられず、栄養失調から諸疾患を引き起こすケースも存在する。 また、ペットブームの陰に行われた、乱繁殖により、経験及び、知識不足のブリーダーや素人繁殖が、問題になっている。この犬種は、毛色の掛け合わせが、アルビノ等の疾患と関係があることはよく、知られているが、転換、股関節形成不全、プロ、進行性網膜萎縮症等の遺伝性疾患を、受け継いだり、障害を持って生まれてくる場合も、少なくない。 そして、飼い主の事情で、保健所、保護施設等に持ち込まれる問題も重なり、動物愛護の観点から、繁殖を行う者は十分な経験と知識を有するべきである。素人は繁殖させてはいけないという絵が広まっている。2006年6月より、動物愛護法の改正によって、動物取扱業未登録の者は、優勝での犬の譲渡ができなくなった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。